を手に入れたまこさん、仕事は辞めますか？またその10億円で何をしますか？もう仕事はもう辞めてしまって、なんか、美容関係の、なんか例えば全身脱毛とか、なんかセルライト除去とか、体にお金をちょっとかけてみたいって、思います。なので、今思いつく、その、美容関係の、そのエステの契約をしてみるのと、と、やっぱ親孝行してあげたいので、旅行に連れて行くとか、をしてあげたいと思います。で、それでもお金余ると思うので、そうしたら、保護猫の、その、捨てられた猫ちゃんとかを保護する保護猫の活動とかを、の団体を、この立ち上げたり、そういう施設にお金を使ってあげたいなって思います。まこさんのおっぱいとトップの特徴を教えてください。また自慢できるところや悩みも聞きたいです。と、右と左で、なんか大きさが違っていて、左の方が大きいです。で、なんか友達とかになんか、一緒にお風呂入ったりとか、旅行とかでお風呂入ったりとかの時によく言われるのが、なんかふわふわしていて、マシュマロみたいで、こう触ると気持ちいいはよく言われます。で、なんか、トップもこの大きさが違っていて、左の方がこうなんか大きくって、まあ、色が茶色です。で、大きさが D と E なので、結構ブラジャー選びに困っていて、で、その、大きい方の E カップに合わせて、で、D カップの方は、この詰めるというか、パッドを詰めるみたいな感じで、いつもしています。